かせるトレーニング第6回目ですね。重量と筋肉に対する刺激は違うっていうことを聞かせるトレーニングでは言ってるんですけども、まあこういうふうにレーズ系ですね、レーズ系をやればよくわかりますよね。伸ばせば筋肉に対する負担というのは高くなりますから、曲げれば楽になりますね。こうやったら重たいの上げれますよね。スポーツでよく脇を締めろっていうのはそっちの力が発揮できるわけですね。逆に 筋トレでは脇を開いた状態でやると、まあ、三角筋に乗るわけですよね。こういうふうに関節角度が不利な状態でトレーニングすれば軽い重量でも、効くわけです。関節角度が有利な状態になれば重たい重量が上がるわけです。つまり効かせるトレーニングと高重量を上げるっていう手段は全く逆になるわけですね。だからその辺の区別をすれば、重量というのは自然に軽い重量でも OK になっていくっていうわけです。重量と筋肉への刺激は違うっていうのを一番手っ取り早い方法で説明するのはやっぱりテコですね。関節っていうのは全てテコになってますから、スポーツ動作ではそれを有利に使うっていうだけですね。効かせるトレーニングではそれをまあ不利に、怪我をしない程度の不利な状態で使うっていうのがまあ一つの手段ですね。まあ、分かりやすい例で言えば、まあ、格闘技の腕式逆十字ですかね。こういう状態だったらやっぱり相手に持っていかれないですよね。相手が体重かけようと耐えれることができますけども、この状態では耐えれないからですね。こうなった時点で腕式逆十字を食ってしまいますよね。逆に筋トレではこの状態でトレーニングするのも手なわけですね。伸ばした状態でトレーニングするのも手ですね。ここよりもこっちの方が筋肉に対する負担は大きくなるわけです。それに関節角度によって変わっていくっていうのが分かれば、より簡単に効かせれるようになりますし、逆にスポーツ動作では自分が有利な動作っていうのは分かってくるんですよね。だから効かせるトレーニングが分かればスポーツ動作も得意になるというふうにご指導しております。効かせるトレーニングはスポーツトレーニングにも最適ですので、一度お試しください。